マキチャンネル始まるよ。マキチャンネル、こんにちは皆さん、北条マキです。今日はね、なんと買ってきました。バナナダウン、でかいでしょ。ぶっといバナナですね。すごいんだよこれ、重いんだから。バナナ美味しいよね。皆さん普段バナナ食べてますか？実はバナナの栄養についてちょっと調べてみたんだけど、私もねちょっと初めて知ったことがあるの。これ意外とバナナってカロリー多めみたいなイメージがあったんだけど、実は違って、ここに書いてあるのが、食パン1枚とか、ご飯1杯のカロリーよりも低いんですって、バナナが。でまあこれ結構大きくて重いから、まあまあそれなりにそれこそカロリーあると思って測ってみようと思います。まず何グラムあるのか、この測りでね、測りに乗せてみます。ドン、253グラム。お、これ100グラムに対して86キロカロリーって書いてあるんだけど、ってことは倍はあるから、まあ1本食べてもでも200キロカロリーだから、ご飯の1杯 150g 252キロカロリーとか、食パン1枚の、80g に対しての208キロカロリーよりは低い。まあ、こっちの方がお腹いっぱいになりそうだね。まあ、これすごいもんな。ところで私の手、こっからここまで20センチあるのよ。大きいでしょ、でかいんだ私の手。だから今日はまずこのバナナを測りたいんだけど、メジャーは用意したけど、私の手がまず本当に20センチあるのかどうか、ここからね、ここまで、まあ、じゃあバナナをメジャーで測ればいいじゃないかって話なんだけど、そうじゃないのよ。これはね、じゃん、ほら見て、ほら20センチ。やっぱ私の手でかいんだな。意外とコンプレックスなんですよ、このでかい手は。女の人の手って華奢でちっちゃいからね。握手するとわかる。これが女の人の手だよなって思うんだけど、しょうがないんです。私はこんなにでかい手なんですから。じゃあまずこれ出してね。私のこの、でかい手で、ぶっといバナナ。何センチあるのか測ってみたいと思います。お、すごいここ。立派に、田辺農園って書いてありますよ。あ、これね、紹介するの忘れた。田辺農園さんのエクアドルで日本人が作った田辺農園バナナですね。だって原産地エクアドルって書いてあるもんな。原産国すごいね。日本人がエクアドルに住んでバナナ作ってるんだって。こだわりのバナナです。コンビニで手に入ります。とにかく重い、そして太い、長い、この長さ。ほら、私の手よりもでかい、20センチ以上ありますね。すごいでしょ。反り返りはまあまあちょっと、そして硬い、若い、太いね。ギュッと握って、このぐらい指余るから15センチぐらいかな。太い、一番太いとこで。あ、でも先っぽの方が太いかな、これ。根元も、まあまあ。あ、こっちの方が太いかもね。すごいね。こう握っても、私の手大きいのに、ちゃんと、はみ出ます。長さもあって。すごいよ。こうでしょ？こんな。すごい。太い。じゃーん、スリ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 、うん、あ、皮からもちゃんと、そんな皮をクンクンしたことないんだけど、うん、バナナの香りします。いいバナナなんでしょうね。こんなに太いから一口で入るかな。ちょっと皮剥いて食したいと思います。ところで今日の服、夏らしくないですか。私まだ夏が終わってないので、ちょっとこの夏なんか海外で着ようかなとも思って買ってたのに全然行けなかったから、うちで着てみた。はい、こんな感じですよ。
ほら、赤と紺色にバナナが映えるでしょう。ちょっとゆっくり味わってみたいと思います。このバナナ、軸がなくてポキっていけないんだけど、これどうやって剥くのって思ったから、ちょっとペティナイフで切り込みを入れて剥きやすくしますね。はい、ここから剥く音聞こえんのかな。あ、静かだね。全然剥く音聞こえなかった。すごい、普通4つぐらい分けて剥く感じだよね、これ。なんかでも綺麗にこっから切れるんだけど。あー、なんか青々とした、こう、なんかね、ちょっとやっぱり、まあ、見た目でも分かるんだけど、香りもなんか、あの、まあ、全く熟してない、あの、なんだろう、若い香りがします。なんか固めの、あ、綺麗だね、美しい、どこから見ても。で、皆さんこの筋ってどうしてんの、これ、これ気になるわ。あれ、これピーって剥けない、この筋食べちゃう、これって、これこれこれ、あんま気にしないのかな、みんな、こういうの。結構ほら、これなんだろうね、これって筋って言っちゃうけど、ほら、剥ける剥ける、一本ずつ綺麗に。剥かなくてもいいのかもしれないけど、なんか剥きたくなるよね、こういうの見ると。うわー、立派。すごくない？ふっと、ちょっと舐めてみます。まだ甘さがそんなに分かんない。やっぱりかじってこうよく味わいたいですね。あー、向こう、すごくなんか、このぐらいしか食べてないけど、結構、美味しい。そんなに甘くない。甘すぎなくていい。なんか甘すぎるとちょっとね、どっちで飽きちゃうかもしれない、この量だと。美味しいですよ。美味しい。なんかね、バナナはビタミンとかカリウムが豊富なんですって。だからすごい栄養価が高いから、私は運動しないんだけど、運動の前後にもとてもいいってやっぱり書いてあったし、なんかね、こう朝食取らない人とかいるんだったら、やっぱりバナナ食べたらいいんじゃないですか。わー、美味しい、これ。なんかもっちりねっとりって感じ、食感もね。なんか普通のバナナは、まあいろんなの食べるけど、まあ熟したやつみたいにすっごい甘くなってるのとか、こう剥いた途端にボキッと折れるやつとかあるじゃないですか、柔らかくなってて。あそこまでじゃないんだけど、香りは青々しいけど、食べるとやっぱりこう上品な甘さがあります。ほんと、とっても美味しいです。皆さん食べてみてください。あー今日はバナナを食してみました。じゃあまたね、皆さん。バイバーイ。